どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きの絵を描いております。これ届きました。それ何？これリリちゃんがいない間にこっそり買ったアート作品です。ディオールって書いてある。見たい。じゃあ、泡見たくないけど見たい。ちょっと見とった。ごめんね。緊張する。こういう時にこういうのを俺引っ掛けちゃうんですよ。優しくね、優しくね。箱も作品なんで、これ実は。ダンボールアーティストのギマさんっていうアーティストの方の作品で、スニーカーをダンボールで作ったっていう、まあ、実在するスニーカーを作ってる。うん、これは、はい。2年ぐらい前か、ディオールのエアジョーダンが出たと思うんですけど、うん、あれを完全再現した作品です。そうなんだ。じゃ見せます。はい、はい、でこの箱も全部完全再現したの。はい、すいません。これ毎回なるんだよ な何に反応してんの。はい、ででーん、やばっ。やばくない？どうなってんの？さあちゃん触っちゃダメよ、これ。分かった。ダンボールなんです、全部。で、ダンボールのコラージュ。うん。だから、この、うん。書いてある模様とかは全部、そのダンボールの色味だね、この。だから、それを切って、再現してるっていう。なんかもっと分厚いのかと思ってた。ちょっと面白いや。裏がもろもろダンボールですよ。本当だ、ね。これ初めて触ったよ。あ、ちゃんとひまさんのサインが入ってます。これ触るの怖いね。かっこいい。どこに飾るの？これでもやっぱ額装した方がいいよね。うん。なんだこれ。かっこいい。ちょっとこの厚い額にガラスに入れて、うん、ちょっと気持ちよくからも見えるみたいな感じで額装したいよね。うん、なんかさ、これね、口みたい。口みたいでしょ。今度さ、そこにラック置くじゃん。なんかさ、口みたい。立てちゃダメですよ、はい、あなた自分で自爆。ブクイドー、父さんみたい。ブクイドー、まあ、例えばこことかだったら、うん、普通に額装したやつをここに飾って、あ、その下に箱を置くみたいな感じで、うんうんうん、なんかさ、シートでやったらさ、怖いじゃない。その今度届くでっかいカールハンセン、カールハンセンのこっちかさ、箱みたいになるじゃない。そうする、うん、そうしとく。カールハンセンの棚のとこに、その棚のところに立てる形で飾って、その別の棚にこうボックスを置く。ああ、どっち？おいくらですか？これあんま多分値段は言わない方がいいと思うんです。じゃあ例えで言って、例え。あ、だからこの本物より高いですよ。本物いくら？調べれば分かる。まあ、このエアジョーダンのディオールの。これぐらい高いです。まあ今。これぐらいですね、だいたい。それぐらいか。だいたい分かった。アートの値段って、固定じゃないから、あんま多分その言わない方が作家さんのため、うん、その実際この作家さんも、うん、数年
かでもめっちゃ笑ってるから、うん、その今めっちゃいいこと言ってるのすごい。いや、それはもう今いいことしたから。ああ、そっか。そうそうそうね、ほんとね、同感だよ、同じ意見いや、どこに飾るかな。でも楽しみだね。うん、今なんか引っ越してからそのアートを着々と買ってるんですけど、うん、あの無限に置けるわけじゃないから、うん、欲しくても置く場所をイメージしてから買うっていうか、うん、でもこれ本当にあの俺初日に行ったのよ、うん、あのオープニングパーティーで行かせてもらって、うん、たまたまあのそれ立てた方がいいんじゃない、見せて見せてあげた倒れそう持っとけばいいじゃん、持っとけばいい、ね、はい、俺の今ちょっとね緊張して手汗かいてるから手汗が映りそうだなと思って、であの初日に行かせてもらって、うん、でその時点でいくつかもう売れてた、うん、でその中でその今回これはあのなんか海外の雑誌のお仕事で、うん、そのこの今一番その当時、まあ、今も話題だけどこの話題のコラボレーションのこのナイキのジョーダンを作ってほしいっていう依頼で、うん、あの特別に作ったやつ、へー、金に三角みたいにもう一回に前みたいにいいじゃない。そうだねえ、そんな特別なものを変えたんだ。だからマジであのだから雑誌に載ってたやつだから、うん、あのもうその展示する前から欲しいって人はめっちゃいたの、うん、でちょっとまあ詳しいことわかんないけどその展示に出すからあの売らずにいたのよ、うん、あ多分ね、わかんないその、うん、で、その展示の初日じゃん、うん、ちゃんとここがディオールになってる。俺がずっと使ってるディオールの財布と同じ柄じゃん、うん、だからなんかちょっとなんかそれも気に入って、うん、ね、まあ、要はだからそのもう展示の前から欲しいって人がすごいたくさんいて、あの多分その初日じゃん、うん、その人たちみんな来るじゃん、うん、だ多分あの数時間後に絶対誰か買うと思って、うん、あのすぐ買った。うん、だからむしろあの買っていいですかって聞いて買わせていただいた、うん、あの僕なんかが買っていいですかって聞いてあのご縁なんでって言ってあのもう譲っていただいたという感じ の、ね、あのものなのですごい大事に飾りたいなと思ってます。はい、で他にもこれは正直そのちょっと特別なわけだし、あのそもそもそのめちゃくちゃ時間かかったんですよ、うん、でめちゃくちゃ時間かかったからあの この作品ギマさんの他の作品よりだいぶ高かったあの高い値段がついてたので、本当はそのもっとその手に入りやすい作品とかもあるんで、まあ、だからその最近もやだ置いとく、うん、あの現代アーティストっていうかその現代アーティストさんの今の、うん、あの今活躍されてこれからもっともっと活躍していくっていう 今の現代アーティストさんの作品を買う楽しさっていうのはその結構その本当に手が届く値段からあるんですよね。そのあのねパパ手に入る作品もあると思うんで、ね、ここさ立てないと聞こえないじゃない。じゃちょっと一回ないないしようか。まあ、なのであの、アートとかを多分日本人でアートをその買う習慣がある人の方が多分少ないと思うんですけど、なんかそのこういうなんかそのスニーカー好きな人だったらなんか結構さそのいきなり知らないアート買うのわけわかんないと思うんだけど、なんかスニーカー好きな人はこういうスニーカーをモチーフにしたアートをちょっと買ってみるとかすると楽しいと思います。はいはい、今推しのアーティストさんいますか？他にアーティストさん、あ、だから矢吹さんとかね、その矢吹さんの作品、矢吹さんも結構これいつだっけ、さ、
3年前ぐらいに買わせていただいて、うん、中目黒 の、 そのワイダー&ケネディのギャラリーがあって、そこで展示してた作品です。ねえねえ、俺もこれあれじゃない、パパさ、タバコなしさん、あ、そうだね、パパもこれタバコ吸ってるよくわかるね、タバコの写真だね、でもパパじゃないよこれ、ねえ、いやでもさ、本当になんかコラージュってさ、なんかその一個一個はそのわかるじゃん、そのなんか写真とか、あの全くわけわかんないっていうか、その見方がわかんないアートじゃなくて、そのなんかわかるものがいっぱいこう密集してて、なんか作品になってるから、その全く意味わかんないものじゃないじゃん、コラージュって。わかります、なんかこの感じ、うん、だからなんかあの見る人によって全然感想違うだろうけど、そのなんかそもそも入り口がその結構その入りやすいと思ってて、コラージュって、うん、だから好きなんですけど、うん、でもこれもなんか段ボールですね、段ボールが好きなの、段ボールが好きなのかな、あれそういうこと、段ボール好きなの俺、段ボール好きだ、矢吹さんの作品ずっと好きで、あの大事に持ってます。せっかくなんで、あの今回はそのアート紹介ということで、あの、まあ、他でもアートあるんですけど、これはあのこのアートレースを今一緒にやらせていただいているそのアートレースのアパレルのデザインをされている、まあ、小野さんというスーパークリエイティブディレクターがいるんですけど、その人の、アーティスト名義の作品です。で、あのこれも何年前かな、2年前ぐらいに買わせていただいたやつで、あの今年展示やってたんですけど、その作品も買わせていただいて、ちょっとあのまだ額装してもらってる最中なんで、まだ届いてないんですけど、これとかちょっと寄って見えるかな、この見えないか、見えない、ちょっと角度つけてもこのあ、ここわかんないよ、わかんないかあ、サインっていうか、あのまあ作品のテーマとかが実は入ってたりとか、だからそのちょっと実物見ないと読み解けないぐらいすごい細かいあの表現をされてて、だこのなんか結構そのもともとそのお仕事であの知り合った関係なので、そこであの普通に広告のデザインの仕事を一緒にさせてもらったんだけど、あのやっぱすごいなんか他のそのアートディレクターとその感性の豊かさが違うってなんか、まあ、俺なりに思ってたんね、あの俺そんなにあの見る目あると思ってないけど、すごいなんかやっぱ他の方と違うなと思ってたり、何が違うのかなと思ったら、あのアーティスト活動もされてるっていうのは後から聞いて、あのその作品をあのいろいろ見せてもらって、それで気に入って買わせていただいてっていう感じですね。だからもともとだからそのこういうそのアート表現を知ってたから、このアートレース一緒にやりたいなと思って、あのお願いしたって感じです。はい、これ後ろ書いてある、なんかえ後ろ書いてある、何が、あか Youあ、ミューか。なんで？いや、なんかこの、これの、その他のバージョンの、なんかその、もっと、あの、アート寄りのやつとか。ああ。はい。なんで自分が着たやつ覚えてない？覚えてない。はい。完全にただの部屋着だからね。うん、あの、はい。てな感じで、そのギバさんの作品が届いて浮かれてるっていう動画です。はい。はい。じゃあ、どうか飾るかは、ちょっと、後で考えると思います。なんか他にもそのなんか最近、はい、結構なんか買ったもの紹介みたいな取材が結構最近多いんで、あのまた取材とか動画でもなんかいろいろ紹介したいなと思います。はい、なのでよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、じゃあもう最後、はい、一言お願いします。はい、ありがとうございました。